日本中国地方広島県広島市南区、段原段原南第5公園。この地区の再開発事業により造成された。旧国鉄宇治那線の南段原駅市付近に位置し、園内にはかつての駅名板が移設されている。段原は広島市南区に位置する地区である。広島県を流れる大田川の三角州上、サルコー川の右岸に位置する。 広島の新海地発展図、七村、山崎新海、亀島新海が法歴3年以前の開発であり、広島追記時には現在の的場町付近までが陸地であったことが示されている。段原は江戸時代の元奈年間に遡る古い地名であり、その由来は吉野茂、吉原を段原と語記したことによるのではないかとされる。元年間時点の広島は、 現在よりも、デルタの面積が、はるかに狭く海岸線が北に迫る地形であったため、段原村と呼ばれていた。当時の教域は、七三北川を中心として、現在の段原地区よりやや北にずれる位置にあり、現在の的場町なども含み込み、その先には、遠浅の広島湾が広がっていた。この後半世紀を通じて、沖合の干拓が進められ、段原村に隣接して、七村、 山崎新海、亀島新海が開かれた。1882年、上記の近隣三村を合併したことで段原村の村域は南に拡大、現在の段原地区全域よりも大きく広がった。的場町にある広島市立段原小学校の名称は、今よりも地区の教育が広かった時代の名残である。1889年広島市発足により、 ダンバラ村は、地域に編入され、ダンバラと改称した。1894年日清戦争開始により、軍用鉄道として、旧国鉄時な線がこの地域を縦断して開通し、戦後には町内に、タバコ専売局など多くの工場が設立されるようになり、尋常小学校も設置された。1916年ダンバラは、ダンバラ町と改称され、1926年には、 広島初の女子実業学校として、広島女子商業学校が町内に開校し、1931年その名を、瞰した宇品線の駅が開設された。1933年町名変更で上記の地区外の各町が分離し、段原地区自体も段原大畑町、道東浦町、道中町、道新町、道末広町、 同日の出町、同山崎町及び南段原町に分割された。1945年の原爆投下時、七山の影になった地域は、家屋等の倒壊など、大きな被害を免れることができた。このため、第二次世界大戦後、戦時中に開通した広島電鉄皆実践に近い大畑町には、骨董店などの商店街が形成され、その他の地区も急速に宅地化した。 しかし、戦災を免れたことで逆に古い家屋や入り組んだ路地が戦後も久しく残されることとなり、そのため山田節夫市長時代の1972年頃から大規模な再開発が行われた。この結果、1980年代以降は女子長が地区外に移転するなどして、旧治那線伊勢地区の外区は一新され、1992年から1995年に、 大畑町、東浦町、中町、新町、末広町、南段原町が廃止されて新たに段原、段原南が設置、境界も大幅に改変された。現在も広島県警察学校の移転や道路の新設など、残りの旧宇治那線伊藤の地区の再開発事業が進行している。段原村と呼ばれていた当時の出身者、和田久次郎は、 1884年、有志数人と北海道札幌群圧乾村ののっぽろ原野に移住し、当地を広島開墾と名付け開拓した。この地は1894年に広島村として独立1968年調整志向による広島町への名称変更を経て1996年の市政施行で北広島市となった。段原の地主は、 中井万蔵、家主は影山一郎、坂田熊吉、妻木磯郎などがいた。かつて国鉄治那線が地区の西端を通り、南段原駅も所在していたが、1972年に廃止された。現在は広島電鉄皆実線の段原一丁目、停留場が地区内にある唯一の鉄道駅である。ありがとうございます。